皆さんこんにちは。月刊オタル編集長の藤森さつきでございます。本日は月刊オタル12月号のクローズアップ人のコーナーでご紹介させていただきます。水中運動を指導されている小林恵理子さんにお話を伺います。場所はなんと大正湯です。花園町のグリーンロードにあります。大正湯のお風呂とプールで運動をされていますので、これから伺います。これに乗せてくださいね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。腰の方に入れますよ。腰の方に入れて体をちょっと浮かせます。ここにゆらゆらです。はい、行きます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それは下から入れますよ。はい、下から入れますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ下から入れますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こうやって組みますんで、こうやってこうやると自分でぐるぐるしなくても新聞とか本とか読みながら足がほぐれます。スポン
すごい、なんかいつ分かってるの。30度前。